東大阪市に巨大が出現。ここは大阪東線 JR 長瀬駅近郊です。ここが工事現場の入り口です。早速入ってみましょう。ここは巨大トンネルにつながる立て坑と呼ばれる大きな穴で、深さは約20メートルあります。これは7階建てのマンションに相当します。あっ、トンネルを発見しました。早速入っていきましょう。とても大きなトンネルですね。実はこのトンネル、増補管という下水道施設なのです。増補管とは、大雨時に下水道管で流しきれない雨水を流すための管です。この増補管はシールド工法にて施工しております。シールド工法とは、シールドマシンと呼ばれる機械を使ってトンネルを掘り進んでいく工法です。この増補管は約2万9000立方メートルの水、25メートルプール約97杯分を一時的に貯めることができます。工事が完了すると、岸田道、大橋地区にて浸水被害の軽減が図られます。これからも浸水被害対策に努め、安全、安心の街づくりを提供できるよう取り組んでいきます。以上、東大阪市に巨大トンネルが出現でした。また見てくださいね。